関西大学野球部は関西学生野球連盟に所属する大学野球チーム。関西大学の学生によって構成されている。ユニフォームの表記は2010年度までクワンサイであったが2011年度からは関西と記されることになった。また野球帽には K の1文字が取り付けられている。1915年。関西大学野球部1923年に同志社。 関学高等部と参考リーグ戦を結成。1929年には、同志社、兄弟と関西3大学野球連盟を開始する。1931年、旧関西6大学リーグに発足より参加。西村幸夫の入部をきっかけに、チームは黄金期を迎え、1932年には、東京6大学の強豪たちを破り大学日本一。 の座につくなど早くも全国に名を轟かせた。連盟を一時的に脱退していた1934年を挟んで野球部は8連覇を達成。旧関西六大学リーグ時代には8度の春秋連続優勝を、はじめ22回の優勝を果たすなど、まさに関西六大学の名手といえるような存在だった。1956年、エース村山実が、 上田理事とのバッテリーで全試合関東、南馬翔二郎の活躍もあり、第5回全日本大学野球選手権大会にて、東京六大学以外の大学としては、初の優勝を果たす。1957年、在日米国中流軍移門で来日した、アラバマ大学野球部と親善試合を行う。1963年、秋リーグで優勝する者の,のエース西川勝弘が、 広島カープと秘密裏に契約していた西川事件が発覚し、西川はアマチュア資格剥奪、考内はリーグ優勝取り消し処分を下され、翌年の春季リーグ出場事態に追い込まれる。これがきっかけとなり、当時の野球部監督及び部長が辞任することとなった。その後、高野連技術振興委員長や高校野球解説者としても活躍したダルマ賞一。 監督の時代に、再び関大野球部は黄金期を迎える。1969年に、OB でもあるタルマ賞一監督の誘いにより、山口隆が入部してから、山口在学中の4年8期のうち7期で優勝を果たす。1972年には、第21回、全日本大学野球選手権大会にて2度目の優勝。 第3回明治神宮野球大会にて初優勝。この年は関西6大学リーグでの春秋連続優勝を含め大学9回史上初となるグランドスラムを達成した。第1回日米大学野球選手権大会日本代表にはダルマ監督以下山口隆田中明夫、山口園が参加した。1982年、 関西学生野球連盟発足に参加。同年秋リーグでは、兄弟の後人を敗しての再会に陥る。以後80年代は、低迷期に入るが、1991年春リーグで19年ぶりの優勝、第40回全日本大学野球選手権、準優勝。2014年、第45回明治神宮野球大会に42年ぶりに出場。 関西学生野球連盟で2018年秋まで旧リーグ時代から通算してリーグ優勝36回を誇る。カイザーズベースボールフィールド動部の部員が振り込め詐欺に利用する架空講座を開設しようと別の大学生に依頼し断られた払いせに現金を脅し取ろうとしたとして2009年8月に強括容疑で逮捕、起訴された。さらに、 部員二人の証拠隠滅容疑もあり、当初は2週間の活動停止予定だったが、1ヶ月延期となった。この事件の責任を取る形で、当時の野球部監督や顧問らが辞任した。ありがとうございます。